楊吉文は台湾の政治家、甲子員長、元民主進歩党主席。1957年、台湾省の公務員普通統計職員試験にトップで合格すると交通部電信総局に入った。その後、台湾大学法学部などを卒業し、1966年に弁護士の資格を得る。 カリフォルニア大学バークレー校への留学から帰国した1973年には、林義夫や長徳名と一緒に弁護士事務所、平民法律含務中心を設立した。また、比較法学会の総幹事として、司法改革や法治主義の推進に努めた。1975年、林義夫と核空心の訴訟を提起し、当該第五法の栄誉を受ける。 1978年には、誤報と返報を出版し、国会の全面改選を訴えた。同年開催された国民大会代表選挙に参加したが、折しもアメリカと中華民国との断交が決まり、選挙は中止された。1979年、ビレー島事件で逮捕、起訴され、懲役12年の判決を受ける。その後、 1987年に仮出国すると、同年12月に第二大民進党主席に当選する。1988年、民進党主席として台湾主権独立案を採択した。翌1989年には台湾新憲法の枠組みを提案する。またこの年、妻の周期吉玉が昇華県庁に当選、自身も県政府顧問に就任する。 1992年の立法院選挙では当選したものの再選を狙った1995年の選挙ではあえなく落選。再起をかけた1998年の選挙でも落選してしまう。その後2000年に陳水編が相当に就任すると相当不姿勢に就任する。2002年から2008年まで公私委員長を務めた。ありがとうございます。